はい、どうもタンタンです。こちら田代ウクレレですね。久しぶりに入荷してきました、今回今年2年3年ぶりか、東京ハンドクラフトギターフェスに、展示してありまして、そちらを今回入荷となりました。こちら田代ウクレレ、アストリアスの、ね、職人さんでもある田代さんの、個人ブランドの一本でございます。田代ウクレレ、モデルはこれは TS の KPG ですね。はい、ご覧の通り、まあ、サイズ感としてはソプラノロングネックといったところでしょうかね。ボディちっちゃめでスケールはしっかりとあります。はい、で、ハワイアンコア、まあ、これも綺麗なハワイアンコアですね、のボディにピックガード、そしてヘッドの付き板、これはハカランダですね。はい、こういった仕様となっております。すごく田代ウクレレって音抜けがいいんですよね。すごく軽やかになってくれるんですけれども、まあ、全体のボディもね、もちろん軽く作ってるんですが、特徴としてここ見てわかりますかね。ここね、穴開いてるんですけど、ヘッドここ空洞になってるんですよね。こう中をくり抜いて、その上にヘッドの付き板を張ってる形で、なのでかなりヘッド側が軽く、バランスがねできてるかなと思うので、その軽さをうまく生かしたこう音抜けの良さっていうのかな、軽やかさというか、それがすごく出てると思います。オールハワイアンコアボディだとね、やっぱこうウクレレらしいコロコロした雰囲気っていうのがすごくよく出てるかなと思います。今回はこのオールコアのモデルと、ジャーマンスプルストップのスプルストップハワイアンコア、サイドバックといった組み合わせのもの2本ね、今回ショーモデルとしてうちの方に入ってるんですけれども、やっぱりスプルストップの方がね、こうより音が太いというかしっかりした感じ、ハワイアンコアモデル、オールハワイアンコアモデルの方はもっと軽やかコロコロした雰囲気っていうのかな、うん、そういったのがすごくよく、こう材の特徴がね、うまくこの2本で使い分けられてるのかなと思います。はい、ということでこちら田代ウクレレの東京ハンドクラフトギターフェスの、出展モデルですね、TS の KPG というこちらのモデル、ソプラノロングネックぐらいのサイズ感だと思ってもらえば良いかなと思います。なかなか見る機会もないかなと思いますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。